プレスタムだ。ね。何もらったの？お魚？麦が食べれないやつだね、これね。麦のじゃないや。あ、じゃーん。ウニの何？これ何？開けてみる。姉ちゃん、姉ちゃん。これはお姉ちゃん買ってきてくれたやつだよ。もうまだしないと思うね。あ、ウニ一緒。ほら、お姉ちゃんと。一緒？お姉ちゃんと一緒？入れていい？開ける？開ける。姉ちゃん頭から行ったね。何をしようかな。ふわふわ、おいしい。大丈夫、まるまるはしないからね。よいしょ。麦、お姉ちゃんと同じなら。みんなに閉まるからね、自分で食べちゃうと。お母さんも全部ちっちゃい。ふわふわのスポンジみたいな、ケーキみたいな、カステラみたいな。美味しいんだね。麦大好きよ、これ。まだ半分しか食べてないよ。OK？ 満足？まだ半分あるもん。ウニはどっち？こっち？ちゃんと分かってるね。ウニのこっちじゃないの？ウニのこっちなの？ウニのそっちじゃないの？こっちなの？そろそろ食べない。これは、これは誰の？これはお姉ちゃんの。やっぱりね、これも日野だもんね。そうだね。はい、じゃあ一口で。終わり。次。はい。たい焼きもっと食べたい。麦の絵描き歌。ありました。穴を開けて覗いたら、お餅がぷにゅっと飛び出した。あらあらびっくり、おめめが回る。つまようじであんな塞いだら、食後のデザート、さくらんぼ。あっという間に麦ですよ。ご視聴ありがとうございました。